ロールコースト一発マリオやっていきますか。なんか変な感じだね、最初にトロールコースするって。体中がむずがゆいんだけどで、今日のトロールコースはハウスオブコースドスイッチーズかっこトロールということで、このコースで日本語に訳すとスイッチでできた家のコースっていう感じじゃないかな。で、説明文見るじゃん、エブリピースイッチウィルキルユーって書いてるんだよね。ピースイッチがいつもお前をそうとしているみたいな感じじゃないかな、この説明文って。ちょっと気になるね。それじゃあ早速やっていきましょう。最初からピースイッチが襲ってくんのかな、どうなんだろうね。さあかかっておいで、ピースイッチ最初のあの放題は何なんだろうね、ピースイッチそういうことか。じゃあ最初はあの砲台無視しておいて右に行けばいい、そういう感じでしょ。この枠なんだろうね、一旦このハテナ叩いてこの枠行きます。ここで正解でしょ。どうなる、開いたね、開いてバネが出てきました。このバネ抜けれたえ、これ抜けれんの、え、今プロ技もしかしてかました感じかな。さて、いやこっちじゃねえのかよ違うの、せっかくプロ技かましたと思ったのに。バネ動いて、バネ早くて、いや1コインなんていらねえか。長いってこのマグマ、何よこれやられれないのかな、もしかして。あだでね、気になったんだけどさ、最初に落ちてくるこの砲台があるじゃん、あれ最初からダッシュしていったらこの下に落とされるっていう仕組みだと思うんですよ。でも僕はそれを抜けたいと思います。きっといけるよ。しゃっ、引っかかりません僕は、ほらざまあねえな。あ、それじゃあここはもうテレサが降ってきたんで、この上をジャンプすれば次の進路。なるほど、ここにドアがあるのか。それじゃあ次に進みますねこれはずるいでしょ。それじゃあ次はすぐ左を押して針を回避したいと思います。左来ました。そして僕気になってたんですよ、ここ下が正解そうでしょ。やった、合ってた合ってた。でこのカエルとのパターンでしょ。ここは何もしないでそのまんま土管に入ってみるで、こっちが正解で合ってくれ。合ってる合ってる、このままスピードランド開始だね。さあ行きましょう。ちょっと待って、行き止まりじゃないのこれいや大丈夫。さあ P スイッチをなくなってくれ。でここで次に、おい開けてくれよここいやでもさ、さっきの左の土管気になんない、ここ行かなかったら行かなかったでちょっと気になんない。ちょっと行ってみていいかな、何があるんだろう。スーパーエキスパートジャパン、じゃあここは右下だね、ここに追っておけば大丈夫。今ねここがコインだったんだよね、あコインじゃねえブロックだったんだよね。だからここがピースイッチなくなってもオッケー大丈夫だね。うわでもこっからどうするんだろう。なるほど、あのリフトが来てあのリフトに乗れっていう感じか。じゃあ乗りますよ、乗ります、ジャンプ、よっしゃ絶対隠しブロックあると思ったけどなかったね。さあ中間ポイントは上からいけない、あの赤いブロックの裏にねバーがあるんですよ。なんでこっちが正解でしょ、あれいや大丈夫大丈夫、これがなくなったら取れるでしょ。さあ来ました、この裏にバーがあるのは見えてるんですよね。でこの上は何だろう、何もない感じか。ここ怖いんで走っていきます。さあ頼む、ビヨーン、よっしゃ来た、このままいけない、いけるいける、来た来た、なんでそうなんの死に耐久ですかねここは。これは針に当たればいいっていう死に耐久かな、どうなんだろう。一旦さ左上の針に当たれるか試してみようか。うわ針当たれね、あでもこっちからいけるね、ここで当たってやられるっていう感じでしょ。来ました来ました、でも上が気になるよね、こっち何なんだろう。あら扉があるね、扉の方に入っていってみていい、あ入れねえダメやんか。じゃあここはねチビになっていくと思うんだよね、チビになってこのまま右に行く、そういう感じでしょ違うかマジかよ、あここは普通にやらせてくれるんだ、あ分かった、カエルを取ってこのブロックのところに戻ってくればいいっていう感じだねきっと。じゃあカエルを取って左に戻りましょう、これでいいでしょ。いや大丈夫だよきっと大丈夫だよね、このまま上に行って、ちょっと待って上に行けない。さあ来ました、ジャンプいや足場ないやんかどうしよう、どこに行けばいいんだろう、
花教えて花いや、このカエルを取って左に行くところまでは合ってると思うんだよな。ランって書いてるね。常に走り続けろってことかな。じゃあちょっと走り続けてみるね。こっから右に常に走ります。何もしないで走り続けます。それでいいんでしょ違うの、ランでいいって書いてたやんか。じゃあ残された道は一つ、ここはカエルを取らないでこの土管に入る。これで何か変わってるっていう感じじゃないかな。違うのかな。さっきでもなんかさ、左上にドアがあったよね。あのドアに入るっていう感じじゃないのかな。多分それが正解だよ。きっとここでさ、僕があのバブルを出したからこのドアに入れなかったみたいな。これで合ってる、きっとそうでしょ。来ました、第2の中間ポイントになってきました。ここで早速ドアに入っていきましょう。さあ次は、おお、そういうのやめて。じゃあここ入った瞬間常に右ダッシュするね。キラーが追いかけてくるから、どこまで右ダッシュすればいいのマグマの中でスイミング。氷ブロックが来たところで一旦右ボタンを押すのやめる。そしてここでスーパージャンプジャンプしたらダメだったの次はしっかり走っていきます。こっからジャンプしないで走っていく、それが正解でしょ。上、よし、早く早く、あいつが来る前に、いや、あいつ来てもいいよね。あいつ倒してみる、逆に倒してみようか。おら、苦しませてくれたな、よくもあれ、どうすればいいんでしょうか。ここ一旦右行ってみようか。ナイス、待って、変化球来るでしょ。この辺で避けておこう悔しい、絶対避けれたと思ったのに。じゃあさっき右に来たよね。じゃあこの辺で避けておいたら大丈夫でしょ。来ました。そして土管に入っていくと、そういう感じだね。これ上は行ける？あ、上行けるんだね。でも上行っても多分意味ないと思うんで、すぐ下に降りるね。ちょっと待って、どこいる？マリー、マリー、あ、腕針に当たるところやった。それじゃあ土管に入って次に進んでいきましょう。もうすぐゴールがあるんじゃないかな。ちょっと待って、置いていかないで、置いていかないで。これ上に上がるパターンじゃないの上に上がれるから、ちょっと行ってみていい？ほっ、あ、上に上がれるけど意味ない感じか。これ逆にリフトに乗ってたらさ、 P スイッチかなんかが発動するみたいな。あれやっぱ上に乗っておかなきゃいけないのかな。それじゃあここはずっと乗っておくね。何もしないで乗っておきます。それでいいでしょうここに答え書いてた、リフトの下に土管があるんだね。じゃあこっから土管に入って、この辺どこにある？ここか？あ、ここにあるんだね。これが正解か。さあ、あれ戻ってきたよ。戻ってきたけど、これさっきと違うパターンでしょ。きっと多分右上の土管に行けばゴールがあると思うんだよね。そうでしょ。なんで右上に行ってきます。さあ、ゴールよ、合ってくる。なんでないのよあ、なんかでもさっきと違くない？え、なんかさっきと違う気がするよ。上にボム片落ちてくるんじゃないの？もういいんかよあ、でもなんかキノコになれた。さっきこんなんなかったよね。ほらほらほら、合ってんじゃないの。頼む、ほら来たありがてさて、ゴールはどこでしょうか。まだかな、それともゴール。これ左にジャンプしていい感じだね。ジャンプ、Pスイッチを押して、ちょっと先見てってみようか。この土管に入る感じだね。さっき入れなかったもんね。じゃあ Pスイッチを押して左に行きます。そしてこの土管に入れるっていう感じでしょ。来ました。さあ、ゴールが多分もう隠されてると思うんだよな。左になんか来るよ絶対。あら、チェックポイント1。うわ、戻される感じここ。え、なによここ。あ、ここしかもジャンプしたらいけないパターンじゃないの。何も起きないんだけど、どういうことですか。え、待って、マジで何も起きないんだけど。いや、結構待ってるんだけど、どっから何も起きないんだよね。ちょっとやり直してみるね。さあ、ここまで戻ってまいりました。こっからさ、一番最初の画面に戻るじゃん。で、右上行ったらダメだったんだよね。左上かな、今度は。こっちに。うわ、え？今度はブラパンやられるんだね。それじゃあ、今度左行ってみよっか。この左の50個に取ったらなんか変わる。うわ、なんもならないの。左のこのブロックが開くとかじゃないから、ちょっとこの辺で待機しておこう。なんか来るよ絶対え、なんも来ないの。え、右上で合ってんのかな。じゃあ、あ、見て見て、
ゴールが。やったぜ。なるほど、あの砲台の裏に隠してたっていうことね。いやこれは面白いね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこの一発マリオトゲゾーというこのコース、サムネを見てわかる通り大量のトゲゾーが降ってくると思うんですよね。そしてなおかつ隠しブロックはありませんということで、めちゃくちゃ難しそうなコースですね。このコースクリア率は 0.21%。 早速やっていきましょう。ゴール条件はない感じだね。まあ、速攻でトゲゾーがね落ちてくると思うんですけど、あれ落ちてこないね。っていうことはこのトゲゾーの隙間を行けばいい感じっていう感じだね。で時間は50秒か。これどっかから隙間が、どこに隙間がある、どこにもなくない。これ隙間ないよね。この下から行ける。うわ絶対無理だこれ。うわどうしよう、めっちゃ難しいね。ちょっとスタートと同時によく見ておこう。どっか隙間あるはずなんだよね。あ、わかったわかった。この右上今隙間あったよね、スタートした瞬間。この辺、この辺から行く。あ、多分それで行けそうだよ。じゃあスタートした瞬間右上が空いてたんで、この隙間入ります。せんべこれね、左の方もちょっと隙間空いてるんだよね。こっから行けるっていうパターンもあるんじゃないかな。ほらほらほら、行けそう、行けそうだよ。こっから攻めよ。でこっから、いやちょっと待って、やべえ次どこ、助けて。やばいねこれ。うわ繊細すぎ。左だね、こっちでしょ。うわ無理だね。上はチビが待ってる。この辺で待っておいて右に行けるタイミング、あこっから行けそうだね。今ちょっと隙間空いてたでしょ右に。あれ狙っていこう、ここ頼む。相手早く右開け。これ絶対もう左上無理だね。なんでこのチビとチビのトゲゾーの間をすり抜けていく、もうこれ以外ない。これがねマジで難しいんだよね。これ最初さトゲゾー2匹いるじゃん。あれ1回目に開く時より2回目に開いた時の方がね、なんかスムーズにいけるんだよね。ちょっと見ててね。ほらほらほら、いけたでしょ。多分2回目の方が行きやすいんだよね。いやちょっと行きやすい方法が分かったからっつって、最初のこのトゲゾウのねくぐる難しさマジで異常だよ。ほんとしない方がいい。ちょっとマジ集中していい、こっから。わっ来た、来たんじゃないこれ。おっ怖え、やべえ、ちょマジ集中するわ。おい、よっしゃ。これほんとめちゃくちゃ鬼畜でしたけどクリアできました。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ今日はですねラストこのコースやっていきたいと思います。クリア率 0% 迫りくる脅威ということで、まあサムネを見たらね大体わかると思うんですよ。火を吹くね大量のパックンが降ってきて、その火をねずっと避け続けたらクリアできるっていう感じだと思うんですよね。で最後にねなんかが P スイッチを踏んでくれて、このパックンが全員下に落ちるみたいな、これちょっと難しくないですか。え、これ避けれんのかな。一旦パックンの近くまで行ってみようか。火吹くの回転ジャンプでいけないよね。うわ絶対無理だね。スピンジャンプでね乗れるかなって思ったんですけど、なかなかうまいよこれ、なかなかうまいんじゃないの。やったもったいね。次こそ絶対行くよ。これ約10秒ぐらいだね。10秒ぐらい耐えれればいけるっていう感じだね。ここでスピン、ここでスピン、ここでスピン、スピン、最後のラッシュがやべえ。ゴールできました。これサクッと遊んで楽しいね。それじゃあ今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。